え、うん、そっか、フォロー、楽しいゴルフ。こんにちは。こんにちは。CSBA の中島志郎です。本日も、マイルンのマイちゃんとラウンドレッスンをしてみたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はですね、ニクラウスノースに来ているんですけども、ニクラウスノースの、夕方6時からのスタートなので、18ホールはちょっと難しいんですね。ですから、数ホールやってから一つだけ課題を与えたいと思います。うん、前回と一緒ですね。はい、そうです。はい。前回は下半身の重心を乗ってきて乗りながら回転していくということを、お伝えしましたけれども、今回はどうなるか分かりません。はい、はい、何ホールか見て舞ちゃんの現在の調子を見てから決めたいと思います。分かりました、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。イエイ。 CSBA ゴルフアカデミーチャンネル、今回は本校のメインコースであるニクラウスノースゴルフ場からマイルンのマイちゃんのラウンドレッスンの様子をご覧いただきたいと思います。ウィスラの中では最も美しいニクラウスノースゴルフ場から今年もレッスンやゴルフの素晴らしさをお届けしたいと思います。この機会にぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。それではマイちゃんのラウンドをご覧ください。ナイスショー。残り110ヤードのショットです。ナイスショー。うわ、うん、ナイスオン。イエーイ。素晴らしい。よかったよかったよかった。真ん中らへん3打目ですね。あ、ダフりました。ごめんなさい。ロングパットです。おう、ちょっと、めちゃくちゃオーバーやん。おう、ノー。おう、ノー。イエイ。ナイスイン。ありがとうございます。素晴らしい。オッケー。2番ホール、パー3、105ヤードのホールです。105ヤード、7番アイアンでいきます。オッケー。もうね、結構飛ぶようになってきたから。短いのでもいいんじゃないかな。ナイスショー。お、これもナイスショー。すごい上手くなったね、本当に。いい感じ。うん。オノ。オノです。オッケー。はい。ボギー。ボギー。そこをね、しっかり入れたいですよね。そうですね。ちょっとヘッドアップこの間が気になってるんだよ。ヘッドアップって何ですか？だから打つときに頭もスッと上がっちゃうの。先の方に見ちゃうの。そう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 。あ、じゃなくてこう。そう。だからこうパターンに関してはヘッドアップだけを気にして今日。わかりました。しないように。頭を残しとく。そう。目線はここ。そう。行ってから上がる分にはいいんだけど、音を聞くぐらいの感覚で打ってった方がいいかもしれない。確かに。こうしてます今。ね。はい、それでは気をつけてください。ありがとうございます。はい、3番ホールはパー5、392ヤードです。広いホールなので思いっきり飛ばしてもらいたいと思います。
ッケー。残りが248ヤードですね。ラフがきついよ。返しましたね。オッケー。よいしょ。いい感じじゃない？今3ホール終わったんですけど、はい、非常にいい感じで、あ、本当ですか。特にアイアンがすごく素晴らしいですね。ありがとうございます。当たってるからちょっと距離が出過ぎちゃってて、距離がだんだん伸びてきたので分かりづらいかもしれないけども、いい感じで当たってると思います。嬉しいことです。でちょっとミステイクを1番ホールと3番ホールのティーショット、まあ、アイアンもそうなんですけども、シンプルに考えると手と体が、要は手がいつも胸の前にあればボールはまっすぐ行くんですよ。ここにあれば。それがバックスイングで手から上がってしまったりとか、降りる時に体が行って手が遅れてしまったりするともう合わなくなるんで、手と体をいつも一緒にこうやって動かしてほしいんですね。でちょっとここからはですね、まあ、風も少しフォローになってくるので大きく振ろうとしないでフィニッシュをここで止めてください。手を伸ばして、ほう、はい、残りのホールはここで止めるですか。今まで少しこう振って、うん、こうあまりこうどこに行ったらいいのかなって分からずにこう飛ばして振ってたんで、はい、ここを降りてきたら体と一緒にちょっとここでこう止めてください。おお、難しそう、うんうんうん、はい、そうすることによって体の中に軸ができてきて手と体が一体に動き出します。ウォームアップしてないのでうまく打てるかどうか分かりませんが、打ってみたいと思います。はい、じゃあ城さん見本お願いします。はい、これ飛べますね。よいしょ、はい、もう一発、もう一発、よいしょ、はい、こんな感じで。いつも私は思いっきり後ろまで行っちゃうじゃないですか、はい、そうやって手で振り上げてるってことなんですか。そうだね、後ろまで行ってもいいんだけども、要は手と胸が同じところでいつも動いてれば OK です。うん、これがこうなってしまったり逆にこうなってしまったりするとセンターから外れてボール曲がっちゃいます。なるほど、はい、分かりました。シンプルに胸の前に手があるという意味で最後にここでピュッと止めると筋肉が一回硬くなってシュッとこう力が入って止まりますから、その形で打っていただければと思います。はい、やってみます。こんな感じですか。はい、もう少し前伸ばして、もう少し、はい、いいよ、うん、伸ばす、そう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 、そういう形で。
オッケーオッケー、それでいいです。最初はそんな感じでいいですよ。そんな感じですか、最初は。はい、ナイスショー、オッケーです。ありがとうございます。オッケー、ちょっと早いグリーンにまだ慣れてない感じがあるね。ね、5番ホール290ヤードパー4です、はい。また少しアドバイスをしたいと思います。すごくいい感じです。これ継続してほしいんですけど、はい、最後にここで揃えるためにこの辺りの筋肉がしっかり使えてきたのでそれはすごくいいんですけれども、うん、トップから揃えなきゃいけないっていうためにここからスピード上げちゃうときある。うんうん、そんな感じします。今ゆっくり下ろしてきてインパクトあたりからスッて体と全部揃えるような感じ。あ、そこまではもうスーッと下ろしてきていつも通り下ろしてきてそこからインパクトあたりからこの辺からスッて揃えるような感じ。なるほどなるほど、そういう意識を持った方がいいと思います。最初からズンじゃなくてそう当たるあたりから意識しだす。そうです、はいはい、その感じで打ってみましょう。はい、わかりました。 OK、 すごくいい感じ、はい、うん、はい、ナイスショー、決まった、その感じ。 OK、 え、これこれこれ、え、195ヤード飛んでるんですけど。195ヤード、はい、まあ、フォローではあるけどでも手と体が一緒になってるから。え、うん、そっか、フォローもあってだけど手と体が一緒になって動いてるからさっきのショットだったらドローボールだし、はい、強い球を打ってる。そんな変わるんですね、うん、びっくり。まだ本当にもう少しいろいろ直してったらもっと飛ぶ、200とか飛ぶようになってくる。楽しいゴルフ。すごい。え、びっくり。乗っかっていくように。そう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 。ああ、惜しい。まあまあ。いや、そんなことないよ。でもさ、だんだんと手と体が合ってきたんで、その感じでいいです。おお、入っちゃう。惜しい、惜しい、ナイスパット。素晴らしい。はい、6番ホール90ヤードのパー3です、今日は最終ホールになりますね。6番ホール。さあ、いいショット出せるか。手を伸ばすこと。OK。ナイスショー、いい感じ、いい感じ。おー、惜しい、ナイスパット、ナイスパット、はい、オッケー、お疲れ様です。ありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。いや、非常にいい感じになってきました。すごい、止めることで最後に、うん、ここら辺が筋肉が一体になる感じが。そうでしょ、分かりました。そうでしょ、うん、腕と体がグッとこう入るんで中のコアに力を入れて打つような形になってくるので、うん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 、素晴らしい球が出てましたね。当たった時はね、195ヤードびっくりしました、うんうん、素晴らしかったです。でちょっとね、今日見て今度このバックスイングからダウンスイングに行くあたり、うん、少しこう手がこう行き過ぎたりとか
上の方に上がったりしてるんで、次回はそこのワンポイントを、はい、課題に与えて、はい、ラウンドしてみたいと思います。わかりました、はい、でもこの練習すごくいいので、はい、練習場でもクッっていうのを意識して、手と体を一体感持ってやっていただければと思います。引き続き続けます。はい、はいはい、それでは、今日はこれで終わりにしたいと思います、はい、本日はまいちゃんのラウンドレッスンでした。いつもワンポイントだけアドバイスしてラウンドしていきたいと思いますので、はい、次回もそのようにやっていきたいと思います。お願いします、はい、この動画がいいなと思ったらグッドボタン、そしてコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、日本の皆さんも、バンクーバーの皆さんもぜひこの夏にウィスラーにお越しください。それでは次回お楽しみに。さようなら。さようなら。